はい、オリックス逆転優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ね、まさかこんなね、忙しかったですね。忙しいチャンネルをね、もう、ね、もう大逆転、大逆転です、ね、本当に本当に。で、予想的中は何か、最終戦で決着をするというね、はい、143試合、どっちが優勝するかっていうのがこうね、予想してたもんね、はい、でドラマチックと本当にドラマがたくさんありましたが、はい、これほどにシーズン最終終盤まで優勝が決まらない、ね、まあセ・リーグもね、3位がどこかっていうのもありましたが、はい、はい、ということで、まず奇跡の大逆転、はい、オリックス優勝おめでとう。本当におめでとうございます。そしてこちらも2連覇、そうだね、ヤクルトと同様ね。はい、でもまあヤクルトはまだちょっと余裕があったけども、オリックスの方はマジックが相手が出てただけにね。そうです。まあでも諦めなかったね、最後までね。そうです。しかもマジック1でしたから、うん、マジック1でどうなるか、うん、まあ本当だったら10月1日にでも決まりそうだったんだけどね、ソフトバンクはね、はい、引き分けで決まるというところだったんだけど、もうその時点ではもうとってもソフトバンク有利で、そうだね、もう優勝するんじゃないかって思われた方も多かったと思うんですけど、はい、ただオリックスはね、今年ものすごく苦しかったと思うんだよね。そうですね、まあ、昨年ホームランを取ってた杉本が、はい、もう絶不調に陥り全く機能しなかったというね、うん、で、まあファームにも行ったことがあるし、うん、また上がってきてもダメでまた外されたりだとか、うん、まあ T 岡田もなんか春先からいないし、うん、非常にね、打順を組むのも、うん、何するのも本当に苦しかったと思うんだけども、はい、まあ終盤を追い上げていったのが、うん、まあ吉田正尚がガーンと調子を上げて、うん、打線を引っ張り、うん、その引っ張られるように、まあ、中川とか、はい、伏見とか、うん、まあ、若月もそうかな、で福田とか宗、まあそういったあたりがどん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 調子を上げていったっていうのがね、はい、まあでも昨年の優勝がやっぱこう経験値としてすごく残ってたような感じしなかった、うん、なるほど。まあそれは多分すごく大きいんでしょうね。いや大きいんだと思うね。このこうね、不利な条件下でもこういろいろと確信を持って戦ってるようにも見えましたし、うん、そうだね、うん、まあ、それとね、あれいつだったかな、ちょっと調べておけばよかったんだけど、京セラドームで、はい、オリックスとソフトバンクが直接対決で3連勝したんだよね、うん、あれがやっぱりね、最後の大逆転につながってるよ。もうその3連勝ということで言うと、うん、もうこのオリックスのこの優勝には本当にいろんなことが多分詰まっていて、うん、まあまあそうだね、最終最後も、うん、ね、こう優勝を決めたポイントっていうのもありますが、うん、まあそうだね、はい、まあね、ちょっとまあオリックスの優勝を、まあ、おめでとうということもそうだけども、はい、まあ、ちょっとね、ソフトバンクも触れとかなきゃいけないと思うんだよね。そうですね、ちょっと、うん、昨日、おとといの試合をちょっと振り返ってみたいと思うんだけども、10月1日、はい、この時点ではソフトバンクマジック1、もう1でしたね、うん、はい、だから勝てば優勝だったんだよ、ね、引き分けでも優勝だったんだよ ね。で、西武ライオンズ、はい、松本と千賀で始まる、で松本が絶好調、うん、で千賀も調子は決して悪くはない、うんうん、ただその1点を最初取られて、はい、満塁からね、うん、センターに栗山に落とされて、で9回に柳田の同点ホームランが出るんだよね、はい、で延長11回、藤井をマウンドに上る、うん、げる、うん、でまあ藤井っていうのはもう中継ぎの本当はエース中のエースというかね、うん、まあただその経験値という意味ではこういうしびれたゲームっていうのはまだないと思うんだけども、はい、まあ上げた、でツーアウトポンポンと取って森がセンター前にフォークボールを打ち返すんだよね、はい、問題は山川、はい、山川がうん初球のフォークを振りに行ったんだよね、うん、で様子見で外のまっすぐ投げたんだけど何の反応もしなかったんだよ、はい、あ、これ見てて、うん、やっぱ完全に山川はフォークを狙ってんだって、うん、まあ、藤井っていうのはまっすぐとフォークのピッチャーで、はい、藤川と山川の勝負であれば藤井投手と、はい、藤井投手と、はい、山川ね、はい、の対戦から考えると、うん、まあ、必ずフォークは投げるよね、うん、まっすぐ一本では絶対いかないピッチャーだから、はい、またましてやその山川にはそういった配球はしないだろうと、う
で山間を狙ってたね、うん、で決して悪いフォークではなかったんだけども、はい、それをものの見事にすくい上げて、まあ、レフトスタンドに運んで、はい、ツーランホームランの逆あのサヨナラホームランを打った、はい、海野と藤井が泣いてたね、はい、もうね、うん、バッテリーで泣いてましたね。泣いたね。で、うん、海野の背中を海がね、そうでしたね、なんか支えるような形で、うん、ライトスタンドのホークスファンに挨拶行ってたしね、あの姿を見るとああいいチームだなって思うのと、うん、やっぱああいう経験をしたということは、うん、やっぱさらに強くなるっていうね、うん、やっぱねこういうしびれたゲームをやるというのはやっぱ選手を大きくするし強くするね、はい、この試合に関しては、はい、山川選手を褒める以外ない特にでね、うん、俺山川も立派だったのは、はい、やっぱソフトバンクっていうのは、うん、優勝するために乗り込んできて、はい、でお互いやっぱこうガチンコでそうですね、プロだから、うん、やっぱグラウンドに入った以上はやっぱ真剣勝負をするという、うん、で山川がねあのホームランを打った瞬間にどういう態度を取ったかって言って、うん、ガッツポーズをするかなと思ったら淡々と回るんだよね、うん、あの山川が、うん、それはホームに帰ってきた時にはその勝利を喜んで、うん、ナインと分かち合うけども、うん、だけど俺はそのソフトバンクに対しての敬意があったね、敬意を払ってたと思う、はい、あの姿っていうのはやっぱソフトバンクとしたらショックだよ。まあそのね、うん、優勝をかけて戦っている試合っていうのも、うん、山川選手は分かっているでしょうし、うん、まあ、そこで だからといって手を抜くからって言って、うん、いいわけではないし ね、 そうですね、西武ファンもいるわけだから、うん、でもそこでやっぱりヒーローインタビューの時でもやっぱり一言もね、うん、絶対勝ちたかったとか、うん、優勝は 見たく胴上げは見たくなかったとかも触れずに、うん、淡々と自分のバッティングを触れてたけども、うん、山川の態度はすごく心打たれたし、でソフトバンクのナインがファンに向かっていく背中姿っていうのはなんかすごく痛々しかったな、うん、そうですね、うん、山川選手はサヨナラヒットがあるけどホームランは初めてだっていう風な話で、うん、それは本当はオフニーとしてはねすごく嬉しかったでしょうけど、うん、飛び上がるぐらい、ね、嬉しかったと思うけども、うんうん、でもそれを我慢したと思うんだよね、うん、だから山川は本当に立派なねジェントルマンだったなという風に、うん、思いました。はい、という西武との試合でした ね。で、もう一つ勝てばいいわけだから、勝つか引き分けでいいわけだから、はいはい、ロッテに対してはね、うん、ただ俺が心配だったのは、うん、やっぱ負け方が悪かった、それと泣くぐらいガクッとするようなゲームだったんだよね、うん、なるほど、それをバネにっていうところを過ぎちゃったっていうことですか、うん、だから藤井も、うん、海野も泣いてたけど、はい、うん、泣くぐらいショックな負け方だったわけよ。まあプロ野球選手が泣く姿っていうのはそんな見ないですから、それとソフトバンクの選手たちも、うん、もう満身創痍なわけ、うん、まあ、柳田なんかはさ首にテーピングをして、そうですね、うん、だからもうヘトヘトなんだよ、うん、でやっと最終戦に来た、勝てる保証はない、うんうん、でも2点リードした、はい、三森のホームランも立派だったなぁ、初球、あ、2球目か、うんうん、ライトスタンドに小島から打って、そうそう、で柳田もね、はい、レフトに放り込んでって、うん、2対0、あ、今日はいけるかなっていうな、ただ試合の流れ展開的にはロッテがすごく押してたんだよね、うん、で石膏石膏、うん、やっぱり5位のチームなのかなっていうような、うん、そんななんかこうだらしないような、うん、攻撃をしてたんだけども、うん、山口がね、うん、坂東が5回まで0に抑えてたんだよね、はい、で6回から継投に入るんだけど、うん、6、7、8、9、うん、4イニングをやっぱこう系統で繋いでいかなきゃいけない、あ、結構苦しいだろうなと思いながら、うん、ただソフトバンクの中継ぎ投手陣はものすごく優秀な人間がいるから、うん、あ、それでも大丈夫なのかなって、でも4イニングをこう繋いでいくっていうのは不安だなって、誰か悪いんじゃないかなっていう、まあ、そんな感じがしたけども、はい、まあ、6回に山口が逆転のスリーランをライト、はい、ライトに持っていくんだけど、うん、まあ泉がまさかね、うん、角度のある低めに投げる球が特徴のピッチャーが高めに浮いちゃった、
だから特別な試合なんだよね、うん、特別な試合をああやって4イニングつないでいくっていうのは苦しかったんじゃないかなっていうようなね、うん、まあそんな感じはしたけどもね。もうこれはもう坂東投手が調子が良かったと言っても、うん、それ以上引っ張るっていうことはあんまりは考えられないことですか。ただね坂東にはね、うん、運があったと思うんだよ。あれだけのピンチを迎えながら走塁、うん、ミスだとか、はい、そういうので助かってんだよね。だから今日のバンドは運があるなっていう、うん、それとロッテとの相性がやっぱりいいんだろうなっていうのを思ってたわけ、うん、ただ藤本監督の中ではこういうゲームだからやっぱ精神的にはかなり疲労してるっていうふうにおそらく考えたと思うんだよね、うん、まあそれでまさかの、まあ、連敗という、はい、ね、もう見ていてこういい気が詰まるというか、ね、もう思いがすごい出ている試合だったと思うんですけど、うんねうん、でこの試合を見ながら、ね、途中からもうね、うん、これマー君が素晴らしいピッチングを最初してたんだけど、でねうん、で2対0でオリックスが負けたんだよ、ね、そうでしたね。でこっちは2対0で勝ってたんだよ、勝ってたのよここね。このまま行くかなっていう、このままやっぱオリックスもちょっと相当硬いんじゃないかなと思ったら、やっぱこう伏見のヒットは足がかりに満塁からね、福田があの2点タイムリーのツーベース打つとか、うん、まあそういう形で逆転をしていくんだけども、まあ、逆転していったらすごい投手陣がいるからね、うんうん、山崎総一郎だとか、うんうん、で抑えは阿部を持ってきたけど ね今日はね、うん、だからそれが見事に抑えて、うん、まあ1分後ぐらいかなソフトバンクが負けるという。 本当に、ね、いつの間にか足並みが揃ってきていて、試合の流れ進み具合の、うん、で最後、一足先にオリックスが勝ちを決めた後に1分後ぐらいだったかな、うん、1、2分後ぐらいにソフトバンクが負けるという、はい、勝負って残酷だなと思うけど、うん、いやもうこの試合が始まった時にこの結末を想像した人はどれだけいたんだろうっていうぐらい、うん、ちょっとこうね1試合の中でたくさんドラマがあった、うん、だから勝率が並んだんだよね。そうですね。だから決して負けたわけじゃないんだよ、はい、勝率とかで勝率は一緒、うん、一緒なんだよ、はい、ただ対戦成績が上位のオリックスが優勝と。もうこれがさっき言っていたオリックスのこれまでの戦いというか、ソフトバンクには強かったということですね。まあ、そうだね、15勝10敗、うん、ね、逆に言えばソフトバンクは10勝15敗という、はい、この対戦成績だけで優勝を持っていかれた、はい、ね、もう同率になったら優勝決定戦してほしいと思うくらい。いや本当そうだよな、本当に。いや俺そう思うよ、うん、うん、対戦成績云々というよりもさ、はい、だからどこが優勝するかわからないのに、うん、どこが2位になるかわからない、どこと競り合うかわからないのに、はい、じゃあそこだけを対戦成績を勝っとくようなね、年間戦い方はしてないし、そうローテーションとか、うん、そういうことはしてないしね。まあなんか、まあ、いろいろな事情があるんでしょうけど、まあね、例えばね対戦成績がどちらか必ず上位にはなるように試合数になってますか。奇数なってる。ただ引き分けがあった場合などはそうもう全く一緒だから今回は。で引き分けまでその対戦成績も、うん、例えば同じ星の数ずつ勝ってたってことになると、うん、また次の条件があるんですね。なるとこの戦いの中でどっちが点を多く取ってるかとか、多分そういう風になってくるんだよ、うん、ね、うん、そこまで掘り下げるんだったらどこかで試合をやる。そうだから1試合決着戦をさ、そうすると、ね、決定戦をやればいいなと思うけどね、うん、まあまあそう言っても、まあ、まあ言ってもね、はい、ということで今回はオリックスが、うん、ね優勝ということで、しました。本当におめでとうございます。いやーすごい、うん、だから、ね、人っていうのはこのことに学ばなきゃいけないっていうのは、とにかくいかに冷静になっても諦めちゃいけないということだよね。本当ですよ、うん、もうなんかチームの雰囲気が、うん、もう監督さん含めとてもいい印象がオリックスはありました。うん、でもねソフトバンクは必ずまた強くなるよ。そうですね、うん、あれだけの悔しい思いをねしたんだから必ず、うん、ソフトバンクは強くなるということで、はい、まあ、パ・リーグはね、うん、こういう風になってますが、ようやく決着がつきました。決着がつきました、はい、まあ、これで全日程パ・リーグはね終わりましたね、消化したということね、はい。
セリーグ、はい、こうなってます。はい、これは一昨日の試合ですね。一昨日のゲーム、阪神がこの時点で連勝してるから、うん、はい、やっぱジャイアンツは連勝しかなかったんだよね。そうですね。1勝1敗でもよかったんだけど、はい、まだねチャンスは残されてたんだけど、うん、負けることだけは許されなかったわけよ。だから負けれないわけよ。絶対負けられなかったっ、ね、絶対負けれないわけ、ね、2連勝が条件だったんですね。そう、2連勝が条件、はい、で DeNA が1対0で勝つという、はい、まあ、今なんか絶好調、うん、まあ、戸郷も悪くはなかったんだけども、はい、対戦成績が非常に相性の悪い佐野に打たれるんだよね、うん、でシーズン6本ぐらいホームランを全体的に打たれてるんだけど、うん、戸郷は、はい、そのうち3本が佐野だって。なるほど。だから相性が悪いんだよ佐野に。初回にホームランを打たれて、それが決勝点ですか。もうまさしく隅1の、ゼロでね、はい、終わった。で、まあ、9回に山崎朝希が出てきて、はい、ノーアウト1塁2塁を作るんだよね。4番中田、はい、俺代打出してもバントでもよかったんじゃないかなっていうようなな、うん、で岡本にかけるとかさ、うん、でも打って打って、うん、レフトフライ、サードゴロゲッツーで今シーズンがジエンドになったという。なるほど、うん、で4位が確定というね、はい、で CS 進出は阪神、巨人は4位決定という試合だったんだよね。それがもうその一昨日の試合で決まってしまった、うん、ということですね。そうだね、うん、だもうちょっともがくかなと思ったんだけど、うん、まあ、例えば増田とかね、うん、ランナー一塁になって、まあ、1点を取りに行かなきゃどうしようもないわけだから、走らすかなと思ったらそのままだし、うん、なんかちょっとね、なんか思い切りがなくなったなっていう、うん、印象、うん、印象がね、うん、もうちょっと大胆にやってもいいのになって、なんかこう、うん、こう3位を争う中で慎重になりすぎたとかそういうことですかね。まあそれもあるな。だから、うん、もうちょっとさ、最後はさ、散るんだったら大胆に散ってほしかったなっていうのね、そんな感じがしました、はい、で、まあ、最終 順位、ね、はい、これで全部が決まりました。はい、セ・リーグも、ね、セ・リーグもパ・リーグも、はい、ね、決まった結果がこれですね。はい、これですね。はい、まあ、阪神が滑り込み、いつの間にか中日も 0.5 ゲーム差に、そう詰め寄っていました、ね、で、うん、広島の佐々木監督が辞任、はい、発表になりました ね、はいはいね、で阪神も監督さんは今シーズンで変わりますので、はい、まあ、誰になるんでしょうって、岡田さんですね、ここはね、はい、で広島の方は誰になるんでしょうか、はい、そしてオリックスが優勝、はい、ずっとソフトバンクってここのとこ書いてたんだけど、最後にひっくり返ったね。そうですよ、オリックス優勝ね、うん、優勝ね、西武が3位、なしですよ、ゲーム差はなしですね、うん、で3位西武、はい、で楽天、うん、ね、まあ、ロッテの井口監督も、はい、そうですね、辞任するというね、最終戦の後で、ね、そういう発表がご本人の口からあったようで、いい、誰にもわからなかったことじゃん。でも自分の口からファンに一番最初に伝えるというね、うん、まあ、そういう形というのはすごくスマートだったね。そうですね、うん、まあ、日本ハムのビッグボスも改め新庄監督、まあ、新庄監督、はい、来シーズンちょっといやらしかったけどね、セレモニーちゃんと目の前に見たけどさ、ね、なんだよ分かってるよみたいなでもまあね、まあ、ね、それがあの新庄劇場というか、そうそうそう、新庄劇場 ね、はい、楽しいですが、はいはい、ね、はい、はい、長らくね、この看板というか、まあ、お世話になりましたけど、はい、まあ、次からは CS に変わってくるので、はい、楽しみにしてください。どういうことを書いていくかね、うんうん、でこの前の正解は豊か、ね、正解してる人がたくさんいました。胸のロゴが ね、はい、ちょっとかっこよくなりました。でこの中で付け足したところがあります。それが分かる人はすごい、ね、はい、そう、またね、間違い探し、ね、やってみましたのでね、はい、もし分かりでしたらコメントいただけると、ね、看板屋は喜びます。はい、はい、まあ本当にオリックス優勝おめでとうございます、うん、おめでとうございます、はい、また CS に向けてはまた別動画で、うん、はい、なぜ優勝したオリックスが、あ、まだ言わんとこ、はい、では、はい、おめでとうございます。はい、はい。